高知市で開かれたこの講習会は、東日本大震災の被災者支援に取り組んできた宮城県の NPO 法人が行政や社会福祉の関係者などを対象に企画したものです。東日本大震災以降、災害支援の在り方として被災者一人一人の状況に応じた支援を行う災害ケースマネジメントという考え方が主流となっています。高知で防災・復興政策を専門とする大阪公立大学大学院の菅野拓准教授は、普段社会保障として民間でも行っている物資や医療・福祉・住宅などの提供・支援が災害時には行政が一貫して行うため、大規模な災害が発生するたびに支援活動で混乱が起きていると指摘。能登半島地震ではまさに今、長期化する避難所の運営や広域避難などの支援活動で混乱が生じていると説明しました。そのため菅野さんは、官民が連携して被災者を支援する体制を災害が起きる前に準備しておくことが大切だと強調しました。広域避難というのはどう考えるか、災害対策基本法上ものすごく問題を持っています。何にも規定がない、等しい。誰がその人たちの生活を支えて支援していくのか、これまさに今日の災害ケースマネージメントの体制整備の話になります。何回取れたでしょうか。より厳しいところが広がっていく。また菅野さんは、官民連携の災害ケースマネジメントの見本として東日本大震災における仙台市の取り組みを紹介。行政や NPO 法人の支援などをうまく組み合わせることで、世帯の状況に応じた細やかな被災者支援につながったと述べました。